レディオアクアス、アクアス、アクアス、デレレデン、アクアスエイト、ドゥア、レディオアクアス、アクアスエイト、金曜エイト、この番組は栃木県那須塩原市、疎水スクエアアクアスの中にありますスタジオアクアスより、今夜も生でお届けいたします。この番組をお届けするのは小枝エデニス、よろしくお願いいたします。はい、ミショーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから私、カリベロス、今日はこの3人ですね。ミミさんお休みです。見てくれると嬉しいんですけどね、ネットで関わっていただいてもいいかなと思うんですけど、よろしくお願いいたします。番組を、一部お付き合いのことをよろしくお願いします。この番組は、那須塩原市を中心とした栃木県北の、市民ボランティアで、しております。レディオアクアス、月曜から金曜日まで、月曜日は今ですね、収録番組なんですけどね、それぞれパーソナリティがそれぞれの番組、それぞれの情報を、お届けしております。市民ボランティアで6年目ですね。6年目な、続いておりますね。楽しんでいただければと思います。ブラジル・ポルトガル語でもよろしくお願いします。ハジオアクアス、アクアスエイト、キノオイ、este é um programa transmitido do Estúdio Acas, que fica dentro do Sosso Square da cidade de Inácio Chiobar, estado de Totique, Japão. Este programa é de segunda a sextas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, com personalidades diferentes para cada programa. Este programa aqui é das sextas-feiras, 8 horas, então chama-se Quinho 8. Quinho de Quinho, sexta-feira, e 8 do nosso português, 8 horas. Este é o senhor Lijosan. Esse é o senhor Galileu Suzuki-san e eu, Helene Silveira, queremos passar uma hora agradável juntos. Obrigada pela companhia. この1週間いかがですか？なんか急に寒くなってきました。寒くなったな。そう、私はね、孫が生まれそうになったのよ。土曜日、先週土曜日。あれの、そう、生まれそうになった、生まれそうになったのよ。生まれなった。でも、昨日が予定日でまだ生まれてないのですね。それで気になって病院に入院一泊したとか、生まれなくてまた戻されたとか、そんなのことあるでしょ、何回も生まれるまで。だから気になってますな。予定日が昨日、予定日が昨日だったのですね。まだ産気づいたように陣痛は始まってない。始まってない。一回始まったけど やめたので、それで礼拝に守って、そういった日曜日礼拝守って、そう言って、あ、日曜日ちょっとドライブして、主人と。いいですね。いいでしょ、いい天気だったでしょ。いい天気でしたね。それでちょっと主人を連れて行って、クロバニまで行ったのよ。クロバニに行って、イチジクが私大好きのね、イチジク、それを買いに行ったのよね。それでも一泊だけ残ってたから残念だって思ったけど、その行くだけ、それで帰りとかの梨が今クロバニの道に、日光りが始まったのね。日光りも出てきてますか。そう、それでその日光りを買って家族と一緒に食べて、すごくいい、 いいですね、いい日曜日でしたよ。いい日曜日ですね。皆さんどうでしたか。衣装さんか。あんまり覚えてないんだよね、遠い昔になっちゃって最近。遠い昔ですか。まあ、とりあえず、ね、まあ、今月からちょっと始まった仕事というのがあってね、まあ、これは、うん、まあ、昔からのちょっと継続といえば継続的なことではあるんだけども、まあいろいろとね、我々よりもちょっとその上のクライアントの方々のね、その大人の事情ってやつね、どん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 変わっていってで、まあ今に至るような感じのところで、まあ、
ちょっと私もね、その辺で免許の取り直したなんだなんてことをね、ちょっと やって、で、まあ、今月から新しい仕事をそれ始まったわけなんですけど、まあ、とりあえずあの、なんとかかんとかということではないんですけど、気がついたら年間ノルマクリアしてたっていう、すごい1ヶ月で、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、そんなことをやってたような気もするし、まあ、あとは週末って何やってたんだろうかな、もう覚えてないんですよ。そんなわけでちょっと必死こいてやってたもんですから、ね、でもすごいですね、仕事を、新しい資格を取ったりとか、いいな、仕事を取るっていうのはすごい、おめでとうございます。 ありがとうございます。順調に行っててよかったですね。それ新しい免許なのかどうかはちょっと微妙なんだけどね、まあ、元々やってた、昔ね、昔取った気で使って今、痛さ出たのね。そうね、だから営業っていろんなその営業やってたわけですよ、不動産屋の営業から金融のね、中からね、まあ、今回金融の方なんだけどね、まあ、要はあの売り方がちょっと変わるだけで、ね、営業マインドっていうのは変わらないんでね、あのね、釜振り上げたらダメなんですよ。うん、要するにあの仕事が欲しいなって仕事取りたいなって、釜をねこうやってね構えちゃって、そう、どんな自信かでもそれやるとお客は引くんですよ、いかにお客さんが喜んでもらえるような感じにするかっていうのが大事なんですね。仕事を取るってんじゃなくて、やっぱりお客さんが喜んでくれるように働きかけて、その対価としてもらうってことですよね。小田千鶴では、私は不動産開けてたのよ、一回。その免許持ってるからね。それで売る人は何も言わなくても、パーって言うときに、あのなんとかあのクライアントがすごい喜ぶ。クライアントは本当は自分の意見を言いたいだけで、見てこれいいとか悪いとか自分が知ってるでしょ。で一番売れた人にはその売り方はじっとクライアントの意見を待ってただけ、そういうのかもしれないです ね、あのね、結局ね、あの一番必要なことっていうのは、あのお客さんが必要なものと欲しいものっていうのが合致させられるような営業をしなくちゃならないってことなんですよ。要はお客の話をよく聞くってことが一番大事ですよね。そう、自分の話を押し付けるんじゃなくて、まずはお客さんが何を求めてるのかよく聞くことは大事ですよね。それによっての提案なんでね、だからそこのところの必要であるということをね、こう引き出すことができなければ、もうそこのところは分かりましたっていうふうにね、もう引く、それぐらいのやっぱり気持ちでいかないと、お客さんにね嫌われるっていうことは、すなわち人に嫌われるっていうことになる。ダビドさんはどうですか？僕は、土日、まあサラリーマンなんでね、土日しかそんなのんびりすることないんですけど、土日今月、まあ懐かしの扉でも取り上げますけど、まあアートに親しんで、それから花火ですね。あの写真いいな。あの写真よ。でその分、まあ、ねえ、リショさんのこの間ポエムって言ったけど、こっちはノーベル賞あ、そうの言葉 あげたよ。そう、あもらいましたね。あのあるのノーベル賞の写真の写真はないです、ね、写真はない、写真はないよね、けど、ありがとうございます。すごい、まあ、綺麗。僕がすごいじゃなくて、花火師さんがすごいんですけど。それもあの花火はすごい難しいでしょ。あの瞬間と、パーって開けるの時に、はじく時に、シャッターをそこで押さなければ、その何秒の何、ね、その短い期間で。そこがまあ写真の面白いところでもある。そうよ。実はね、あの開けっぱなしなんです。そう、あれね、5秒とか10秒とかやってるんですけど、シャッター開けっぱなし、ついついね、あの明るすぎるやつはあの打ち上げが終わんないですよ。ああ、もうちょっと撮りたいなって言って、そのまま開いてると真っ白になってちゃう。その時にこれあ、なるほどなるほど、こうやってやればいいんだ。そう、だからこういうふうにレンズがあったらこれ隠しとく、
でその次にじゃあ着たやつを合わせ撮りするんですこうやってパッと、うん、で自分がまあ気が済んだところで、うん、多分シャッターを下ろすわけですよ、うん、実はまあね、いろいろなテクニックがあるけど、うん、その瞬間全部上の方に開けてあのこの色があってそれで下 の, あの白いの泡みたいの出てるのがね、うん、煙が出てますね。そう、それがあの偶然か知らないけど綺麗な写真撮ったね。写真面白いですね。面白いな、はい、人生に何回も1回2回まあ、その瞬間、その1枚っていうのは1枚しか撮れない。1枚だけやね。同じものは二度と撮れないですよ。そこはいいところですね。なくした思い出は二度と戻ってこない。帽子が谷底にパーって飛んでいったらもう終わりなんです。人間の証明ですから。そうね、今日孫が8歳になるので、うん、初めて、それで最後の8歳を、うん、この誕生日は。一度しかない8歳の。そうよね。それで孫が生まれるかな今日も。それで両方すごいですね。同じ日になる可能性がある。なる可能性があるかな。まだ分かんない。まだ分かんないのよ。今日まで生まれたら。みんなで祈ろう。祈ります。お願いします。まあ、今から産気づいても結構多分日にち超えちゃいますね。うん、そうかな。2番目だから。あの結構あ2回目ですか。2回目です。最初出産のとは大変ですよね。大変よね。じゃあ祈りましょう。目を送ります。ハンドガワです。多分ポンって生まれます。ポンって軽く生まれるといいですけど、大変ですよね出産はね。なんてこと言ってんだろう俺。そう、私のね、私が入るのよ通訳として。あ、そうなんです。だから一緒にね手をやって力与えるだけよ。安心して産めるといいですよね。ね。いかに出産を産めるだよ。ヒヒフってやりますね。マラソンが何も言うときあります。あ、ヒヒフですか。うん。何々選手、ヒヒフですよって言うと笑わせないでくださいとか。まあでもね、出産はね、大変な作業ですからね。今週は無事に出産できるといいですね。そうね。祈ってます。それでは、ちょっと番組の方の話をしてみます。金曜オイトでは月8から引き続きまして3つの扉を用意して皆様をお迎えします。1つ目の扉は暮らしの扉、那須塩原市を中心とする栃木県区の生活情報をお届けします。今週もね、もうイベント盛りだくさんなので、ね、ちょっとその辺の話をします。そしてトライアルさん、このスタジオがあります蘇水スクエアアクアスの中で、お店を開いています、トライアルさんから商品をお借りしてきて、ブラジル、ポルトガル語でお伝えしていただく。いろいろなるよ、ね、今日、はい、そして、音楽を一曲挟みまして2つ目の扉、仲良しの扉、こちらは、聖書の御言葉とブラジル・ポルトガル語講座をテレビさんにお届けしていただいています。音楽を一曲挟みまして4月から金曜オイトのコーナーとして始まりました美少の人生相談。今日も深い話を、深いな話をするよ。そして3つ目の扉、懐かしの扉。今月10月は芸術の秋というテーマでメールを募集しております。どしどしお寄せいただけたら紹介したいと思いますので、メールアドレスはこちらにあります。レディオ、金8アットマークラディオレディオアクアス、はい、レディオハイフンアクアスドットネット。ちょっと大きくしたいですね。ちょっとはい、ポルトガル語で、gente quiser mandar me sim mensagem aqui pra gente através de o nosso endereço é assim ó, kin com k i n 8 arroba rádio aquas, no meio entre o rádio aquas tem o travessão, rádio travessão aquas ponto net ponto net, tá bom gente? Manda em português mesmo que a gente passa aqui, a gente lê sua mensagem no ar aqui, tá? Estamos esperando, se puder
manda mensagens assim pra gente. Pode falar o que você quiser perguntar aqui do Japão, o que a gente puder responder para você, a gente responde, tá? Tá? Hai. Hai. Arigatou. Ima mieteru ka na to omimasu ne, kochira ni. Arui wa Radio Aquas no homepage kara banggumi ni meiru o okuru toi tokoro o kurikku shite itadaite, kinyou oi to erande okutte itadakereba ii to omimasu. Tashi ka ne, nanka passwordをひらがなかカタカナなんか3文字なんか入れてくださいっていうのがありますので、それをやっていただく必要がありますが、言われた、それだから面倒くさいから送らないって言われた、そんな面倒がらずに、それよりメール書くことの方が面倒かなって気がしますけど、あの面倒くさがらずに取り上げたいので、ぜひぜひお寄せいただけると嬉しいです。ミミさんも番組見てたらメールでもお寄せください。トロさん、あ、違うか個人名出てきてますけど、トロさん最近来ないなはい、それでは、番組の方を進めていこうと思います。これを大きくしたままでもいいんだ、実は、まあ実はね、実はね、情報があるんだ、顔を映さないということでなぜみたいな、あ、これどういうこと、はいはい、今週末いよいよ巻狩り祭りです。そうね、26日来ましたね、巻狩り祭り25、26ですね、25日土曜日、明日は、9時30分から、午後3時、那須塩原駅西口駅前広場ですね、駐車場があるあたりですかね、あそのこのあたり、あの前、それからなんかタクシー乗り場とかある、ちょっと駐車場、タクシー乗り場の方と、もう一つこっちでなんだろう、普通の車の乗り降りするところ、ロータリーになってます、うん、あの間にちょうど巻狩りの鍋がね置いてあるんですけど、美味しいよ、あの鍋が置いて、普段置いてあるところの周り、あの辺りで、明日のイベントはあります。大正鍋の出陣式ということで、あの駅前に鎮座してる大正鍋が、出汁になって練り歩く、うん、明日の主役はその鍋ですね、うん、それからいろんなイベントがありますね、よさこいがあったり、巻狩り太鼓があったり、ナシオレンジャーというなんかヒーローものとかも登場するみたいですね、なかなか盛りだくさんのイベントです。ここでもね、鍋いただけると思いますね、お鍋、それからあさって日曜日、こちらは今年はちゃんと8時45分から書いてあるな、9時から行くと遅いんですよ、火入れ式に間に合わないんです。ここでね、頼朝さんが活躍するんですね、火入れ式というのがあって、オリンピックか、オリンピック、あ、オリンピックと似てるんですね、オリンピックってギリシャで太陽の光を集めて聖火を作りますけど、巻狩りの鍋の、聖火というか火はですね、八幡宮、鎌倉の鶴岡八幡宮で作られた火を、それでリレーしてくると、もうリレーはしてこないと思うんですけどね、持ってきて、それがずっと神棚に祀られて、明日じゃない、日曜日の、朝の火入れ式で、それが分配されるということになります。経験あります。はい、火入れ式の儀式をやりました、ちなみに今年の、チラシというかね、チラシとかポスターにも多分頼朝さんの写真あるんですがね、去年台風で中止になっちゃったので、そうよね、一昨年の写真なんですよ、ね、うん、ここにどっか見たことのある人がこう写ってます、ね、なんかね、どっかで見たことある人だね、ありますね、このチラシの中にも下の方ちょこっと写ってますけど、頼朝さんこれ私ですね、来年一昨年のものですね、僕一応応募してみるいいですね、ぜひぜひ、この仮着の多分一番似合うと思うぞ俺いいですよね、そんなイベントがあります。日曜日はね、やはり盆踊りが、盆踊りじゃないですね、巻狩り踊りがあったり、やぶさめって2回目って書いてありますね、一昨年はやらなかったような気がするんですが、やぶさめがあったり、巻狩りショーがあったり、いろんなイベントが、2回目っていうのはこの日に2回やるんですね、今までなかったような気がしますね。だけどやぶさめはね、距離でいうと 800m ないとダメなんだね。へえ。本来は、うん、だから実際言うとその2倍の
距離の直線がないといけないっていうふうに言われて100メートル、あのごめんね、なんか話それちゃって、大田原のあの金丸のさ那須神社っていうのがあそこ今だいたい800メートルないしぐらいなんだけど、もともとはね1500メートルぐらいあったらしいよね。へー、うん、で玉砂利を巻かずにそこのところで掘り当てたんだって。なかなかできないですよね、あれ走り馬に乗って走りながら夢を見るっていうのはね、うん、あの日光であったり鎌倉であったりいろいろありますけど、いよいよ、巻狩り祭りでもそういうものが見られるようになってきた。でもなんかいろんなものを盛り込んできてるから、ね、でもそれ盛り込んじゃっていいのかなって思いながら、まあまだ新しいお祭りなんですよね。頼朝さんが、幕府を開いた直後に、那須野ヶ原で巻狩りをやったことに始まって、うん、ちょうど800年経った、1993年かな頃に始まったものなんですね。だから10年ぐらいですね、まだ。でも10年経つんだ。いろんなイベントがちょうど10年ぐらい経ちますね。御神火祭も10年ぐらいになるんだと思うんですね、確かね。1993年じゃ10年どころじゃねえわ、それ。もうちょっとか。20年経ってる。あ、20年だ。まあ20年か、巻狩りは20年だろうか。あー、すげえ年取った感じする。なんかそんな感じしますね、ちょっとびっくりですね。結構経ちますね、20年ですね。そんなイベントがあります。巻狩り鍋ね、鍋がすごいですよね。最初なんで、なんか2000食、はい、大根100キロ、ネギ100キロ、人参100キロとかっていう規模で入るらしいので、うん、2000食ですよ、ね、あれと同じ大きさのやつがあそこに飾ってあるんだよね、あの駅前に。飾ってるっていうか、あの鍋を使うんですよ。あれか。はい。あの、那須原駅の前にある、あの鍋が使うんだ。使うんだ。ただ単に。で、土曜日の日はあれが出汁になって練り歩きます。うん、出陣式、あの鍋出汁1年間あれって雨ざらしにしとる、雨ざらしでもねえかちゃんと屋根ついてるけどさ、外に温出しといたやつでやるそうなんです、そっか、はい、楽しみです。はい、そしてもう一つ、日曜日26日の日曜日、大田原ではサウンドクロス in 大田原、これは今回が4回目になるんですね。このポスター、チラシでも分かりますか、地元出身の、ミュージシャン、諏訪純子さんが、あ、そっか、ちょっとそれ楽しみにしてますね。毎日のように諏訪ストアで買い物してる私ですけども、諏訪ストアにもポスターが貼ってありましたね。楽しみにしております。なるほど。あ、こちらにありますね。あとこの絵がなんか可愛いんで好きなんで、ちょっとスキャンじゃない、あの画像入れてきちゃったんですけど、なんか大女高生も歌う、まあこれその人の写真じゃないんですけどね、イラストなんですけども、大女高フォークソング部有志というのも出るのでちょっと楽しみですね。巻狩り祭りもあるんで全部のステージを見ないかもしれませんけども、ジローさんが出るので、そうですね、ジローさん出ますね、キムッチも出ますね、それから、工藤慎太郎さんや篠原信義さん、高山さんも出ますね。うん、いや、すごいですね。バイオリン弾いてる人もいますね、すごいですね。なんか今回ヤシロ君も出るでしょ、確か。はい、ヤシロ君も出る。あ、ヤッシーも出ますね、うん、はい、チャボとして出るんですかね、原田圭介さん。すごいですね、こちら。第4回目。前にやってた感じ、私もね、ある、どこだっけな、どっかの会場で司会進行やったこともあるんですけど、なかなか最近は、ちょっと規模が大きくなってきたなって感じがします。いい天気で よかったね。天気良さそうなんでね。まあ、寒くなってきましたんで、あったかい格好してる人があるかと思いますが、去年寒かったんですよ。工藤慎太郎さんとか歌ってる。そうだね。すごい寒くて。日曜日は私は朝一だからな。朝一の会場とすぐ近くですね。うん、はい、トライアル商品の紹介をお願いします。はい、ちょっと画面引きますね。どうしよう。こっち？はい。そっちですね。はい。豚汁。豚汁です。豚汁です。はい、これはね、お湯とこの中身を
入れたら、このいろいろな具入っているの豚汁をインスタントですけど、生味噌ですね。そうですね。これが一つの、ね、この袋にいろいろな具入って99円よ。何食入ってるの？一つだけですよ。一つだけですか？それでもいろいろな具入ってるから100円で、このね、たっぷり入ってるってことですね。たっぷり入ってるのよ。重いのよ。668カロリーで、ね、すごいあの160ml、ね、それで100円よ、99円よ、ね、まあ、お湯沸かして入れないといけませんけど、そうですね、安いですね。新地先ほど豚汁だ、豚汁、エミソシール、カードでマッサージソージャー、コン、todos assim carne de porco, legumes cozidos e colocados. Então ele vem nesse pacotinho com bastante recheio, tá? Bastante verdura. E esse aqui com 160 gramas de água que você coloque, né? Você consegue tomar esse tondiro, tá? Grande, tá? Pesadinho. Então esse aqui está por 99 ienes no trial. Bem lindo esse, né? Isso, né? Apoiado, senhor. Muito bom, né? Só. これは70個のしじみ。しじみ。そう。このしじみも95円よ。70個分のしじみ。それでもこっちは、2つ ?3 個入ってるの。3食で味噌汁を食べられるので、飲むことができる。飲みすぎた人にいいんじゃないですかね。そうよね。95円よ、ね、食で、そう、お酒好きのお父さんに思いやりの味噌汁って書いてあります。Gente, esse aqui é de essa ostrinha chamada shijimi, tá? Então, ele, cada pacotinho vem com 70 ostrinha. Então, esse shijimi. Então, esse aqui é ótimo para quem, assim, tá de ressaca de manhã, toma essa sopa que ele restabelece o organismo, tá? Então, esse aqui tem 3 unidades dentro desse pacotinho aqui e custa 95 ienes no trial. Ai. Soy de. これは家族にね、24個入ってます。味噌汁は普通の粉に入っている豆腐とかわかめとかね、シンプルの、毎日の。わかめ、長ネギ、油揚げ、豆腐4種類が各6食ずつ入っているので、24個ね、すごい、24個、これが398円よ。400円で24個の味噌汁を、ね、飲むことができるね、うん、gente, esse aqui tem 4 sabores tem 6 pacotinhos de 4 sabores, então são 24 misoshiros aqui. Então, esse aqui, esse pacote com 24 unidades, está custando 398 ienes no trial. Aí. これは、納豆汁。苦手ですか？生味噌水、ね。納豆汁が、これは89円。それで何杯ですか？3個。3個入ってます。Gente, esse aqui é miso shiro de natto, tá? Então, esse aqui tem 3 unidades e está por 89 ienes no trial. Miso shiro de natto, tá? Pra quem gosta...みそさん、納豆が苦手なんですか？じゃなくて納豆汁がいい。納豆汁。僕の祖母は納豆のネバネバが苦手で、味噌汁に入れてよく飲んでます。そう。これはね、12個。これはすごいシンプルで、かなりね、ブラシの中で、味噌の中にこのわかめとか入ってる具が入ってるのね。12個で、この値段も、79円。これは安いですよね。僕も結構利用してました、一時。Gente, esse aqui, olha, é de wakame, tá? É de algas com sopa normal, sopa do dia a dia. Esse aqui tem
12 unidades está por R$79 no trial, viu gente? Ó, tem verdura, alga marinha junto com a massa de soja já, ele já vem temperado. É só colocar em água quente, está por R$79 no trial, tá? Você vê? Moto beirinha toquini, o tchauan tocanai toquini wa, kore wa, 47カロリーだけをね控えてこの味噌汁食べられるの。油揚げの味噌汁でね47カロリーだけ入ってるのよ。ダイエットする人にはねこの味噌汁おすすめね。それでこれはお茶碗とかにも入ってるね、コップも入ってるから69円、うん、安いですね。安いよね。Gente, esse aqui, olha, para quem está fazendo dieta, esse miso shiro aqui está com 47 calorias somente, tem tofu frito, tá? Então, esse aqui está por 69 ienes no trial, tá? Então, aqui dentro tem um pacotinho com miso e as verduras desidratadas. Então, é só colocar e acrescentar água quente. Aí. Hi.いろいろありますね。味噌汁でもね、僕もこれよく利用するんですよ、うん、あのインスタント味噌汁って、うん、ちょっと時間がなくて、うん、でも朝ご飯食べるときになんかやっぱり汁物欲しいなって、うん、でもね、うん、思うのはやっぱりねあの手作りですよ。あの作るともっともっと美味しいですよね、うん、で安上がりだし作った方がそう、ね、あのちょっと手間かかりますけども、作るのもいいですよ。作るのが好き。作るね。作ってもらうってのは思っていかないし。何その笑い。人が作ってくれたお料理って美味しいじゃないですか。自分で作るのもいいんですけど。そうだけどさ、うん、まあ自分で作るっていうのはまあ嫌いではないけど。うん、僕も嫌いじゃないですけどね。もつの煮込みとかこれからいいな。あ、いいですね。今日ね、ちょっと買い物行った時にね、もつがこうやってコロコロして、うん、あー、これ食いてぇなぁと思ったんだけどね。あれ、もつはね、売っててもね、なんかすぐ口に入らないじゃないですか。だから、うん、だいたい5、6回湯がくね。そう、あれは手間かかりますからね。必死こいて作るんだよ、俺。食いてぇなぁと思いますね。あ、作ろう、来週は。ちょっとは時間できるだろうから。いいですね、手作りの料理。インスタント。時間がないときに非常におすすめです。また手作りで時間があるときはね、やっぱり手作り、あのお母さんの愛情のこもったあのお料理っていうのはお子さんにも人気だと思います。それでは次は音楽を一曲聴いていただきます。米田ひろしさん、今日は私のすべてを愛したいですね。はい、こちらを聴いていただきます。どうぞ。人は誰もが人生という長い道のりを今を見つめ未来を夢見てあってもなく歩き続ける。時には自分の歩むべき道を見失い他の誰かの笑い声が冷たく聞こえる日もある。この世に生を受けて備えられたこの道は誰でもない、ただこの私が神様に与えられたんだ。誰か
私のすべてを愛したいを聞いていただきました、それでは仲良しの扉入ります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は創世記のお願いします。あ、そうだ、写真見せなかったんですよ。深い忘れてて。ちょっと持ってもらっていいですか。創世記、あ、じゃあ創世記、創世記、ごめん、創世記って聞こえちゃった。そう、やっぱすっげえ空見んだろう。創世記の8章の11節です。鳩は夕方になって狩りのもとに帰ってきた。すると身をむしり、むしりと、むしりとった、むしりとったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った。それポルトガル語で、ね、それポルトガル語ではやぽんば voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Gênesis capítulo 8, versículo 11. So the eagle did when the dove returned to him in the evening, there in this beak has a fleshly plucked olive leaf. Then Noah knew that the water had receded from the earth. Genesis chapter 8, verses 11. 水が引いたんですね。水が引いてたよね。これがあの有名なの、鳩とオリーブの。そう。
絵のモチーフになるそうですね。鳩とオリーブそのオリーブ象徴ですね。全部なんとか平和になるっていうからイメージはその鳩、白い鳩とかね、とオリーブの鳩そう、それでそのジェネ、創世記の中で一番隣ね、ノアって言うから、それであの水が減ってきたってね。いいシーンですね。いいな。水が引いていくっていうところ。それで箱舟がどんどん見えてくるっていう。箱舟は山の上にそのまま。そうね。はい。はい、じゃあ次。それで今日は1枚けど、その話した方のね、サラデアウラ、サラデアラアウラアウラコンコンクアリンタクアリンタアルノスアルノス、サラデアウラサラデアウラコンクアリンタクアリンタアルノスアルノス。そう、あのこれから教室はあのまだ決まってないけど、あの2011年があの32人の生徒だけにあの教室の中で教えましょうとか話が出て、それで40人から35人に変わったのね、2011年に。それで今回はまたそのね、40人増えるようになるかな。今35人なんですか。そうです、2011年に変わった。日本の話ですよね。そうよ、とうとう変わって、それでまた元に戻る。先生が不足しちゃうから。違うな。そう、それで学校も今どんどん少なくなったりしてるんですけどね。少なってきて、そう、学校はその法律が変わったら、学校は12校のクラスがなかったら、あのその学校はもう閉鎖になるね。それで今の数って言ったら、40人の生徒に1つクラスになったら、1万8000人の先生が仕事をなくなる、ね、このこれもなんか日本で3300学校が閉鎖されてる。どうなんでしょうねって気がしますけど、あの誰か書いてたんですけど、各国の人数でいくとやっぱり35人でもまだ多いなんか話がされてて、そう、僕その時に思ったのは、僕ずっと45人のクラスだったんですよ。私たちがあのその基礎の中で育ってきたから、ね、一番多い時期で、あの面白いのは3クラスだったんですけど135人で、あのあと1人増えればクラスがもう1つ増えるよって言われてたんだけど、一人入ってくるって言ったら一人誰かに転校して出てっちゃったりして、常にあのね、あと少しっていうところでずっと増えなくて、44人とか45人のクラスになって、それが9年間経過って。でもそれあと一人っていうところって どうなんだろうって。あ、本当実際あと一人増える、136人になるとクラス替えされる、4クラスになる予定。それなんか願ってた、願ってたところもありますね。どんなになるだろうってなっちゃう。想像してみたいけど、実際にどうなるか、まあ、大変でしょうね。あの僕ら生徒よりも先生方は大変だと思います、だから今ね、その国の予算組の中でね、来年行こうっていうことを、なんかね、財務省の方とかそういったところが36人学級にっていうのでね、とりあえず文科省あたりには一つ言ってるみたいなんだけども、どんどんなんかあの時代とそぐわないようなことでも何でも無理やりなことをこう言い始まってるっていうのが一つあって、私はちょっと今のままもう1年ほうがいいんじゃないのかなってね、うん、あんまりいけないいいような気もしますね。ここまでやってきてるわけですからね。で昔は本当学校がなくて、で学校ないし、すごい偏僻なところで生活してる人もいて、あの分校なんかもあったわけですよ。栃木県近いところですけど、僕なんか近いところで足利にも分校みたいなのありましたからね。そういうのも今思うと、そういうのもいいよな。まあいいところ悪いところ当然あるんですけどね。他の
あの生徒のことを知らない先生一人、生徒一人なんていうとどういうものか全然知らなかったりするんでね、たまにはやっぱり他の学校とかとの交流も必要だろうなと思うし、かといって毎日1時間山を下って学校行くのも大変ですし、中学高校入った時にその人たちってすごいカルチャーショック受けちゃうんだよね。だからいいところもあり悪いところもありですけど、いろんな形があっていいし、いろんな形を認めることが必要かなと思うんですね。みんな同じじゃないんだけど、なんかみんな同じようにしようとしてるところが日本の学校教育ってあるような気がして、違いを認めようよっていうか、さっき言ってたその予算付けっていうところが結局そうなっちゃうんですね、結局ね。学校減らそうってことだから、まあ高効率主義っていうかね、そういうことですよね。会社でもそうだし、何でもかんでも今効率効率って言って、人間体動かしたらなんとかできるのに何もしなくなっちゃうような気がしますね。まあ、意見には個人差があるんで、この辺にしとこうと思いますけども、はい、ありがとうございます。意見には個人差がありますんでね、まあ、皆さんがね、あれこれ県には個人差があります、考えてみることも必要かなと思いますんで、はい、まあ、そんなきっかけになればいいかなと思います。まあ、こうでなきゃいけないっていうのはないので、いろいろ考えてみるといいかもしれませんね。はい、それでは次はもう一曲音楽を聴きますかね。みやこさんですね。一人日曜日ですね。一人日曜日、素敵な女性が一人日曜日してたら私が行ってあげたいなと思うんだけど。行ってらっしゃい。どうぞ。
それでは立正の人生相談のコーナーよろしくお願いいたします。はい、します。不快な話をしましょう。不快な話。不快が生まれたわけですか、ナウシカの。ああ、そっちで来たか。やられた。一本取られたよ。もう背中から落ちちゃった。そっちじゃなかったですね。そっちじゃなかったね。はい、うん、不快い話です。まあ最近ね、その。まあ、真面目にということじゃないんだけどさ、まあ、ずっと営業っていうのはやってはいるんだけどね、いろいろな営業をさ、うんうん、まあ、さっきほら始まる時に言ってたでしょ、うん、まあ、改めてこう確認したことっていうのが一つあるんだよね。なんかちょっと真面目な仕事をやった時に思ったんだけど、はい、あのただの自信家でもダメなんだよなってことだよね、営業って、うん、そこのところなんだよね。まあ、そういう仕事やってないんだなとも言えないんですけどね、うん、でね、結局さ、あの、まあ、ちょっと私面倒見てくれてる方がいるんだけどもね、その仕事でさ、うん、まあ、だからといってあの1から10まで頼るってことじゃないんで、うんうん、書類の確認というところで、ね、まあ、はい、うん、まあ、やっぱりそこもね、あのお願いしていかなくちゃならないってこともね、一つあったりもするんで、そうさせてもらってるわけなんだけど、まずね、人間力がどうのこうのの話じゃないね、やっぱりね。ずっとやっぱ昔その営業やってた頃と今真面目にそのね、大手のその商品をさ持ってさ、でそれで歩いてみてどうかっていうとさ、うん、
変な笑顔もいらない。変な笑顔はいらない、うん、まあこんな感じの人でしょ。まあ笑ってるというような感じのイメージの人でもないしね、ちょっと笑っただけで珍しいよねみたいな感じで言われるくらいの人間だからさ。まああんまり無理して笑うことはない、うん、貼り付けたような笑顔はいらないってことですかね、うんうん、でたまたまねその面倒見てくれてるねその方がね言ってたのね、まあこれは同感だなっていうのが一つあって、ね、まあ人間ってそのパッて会った時に1秒間なんだって。なんじゃ、うん、なんじゃそれって聞いたらね、したらまあ以前にも私その話は聞いてはいたんだけど、やっぱ改めて聞くと、あ、やっぱりそうだよなって思うようなことだったんだけどね。人の印象ってさ、その1秒間で1年間もつらしいんだわ。その後どんなあれがあっても、その最初の印象がずっと残ってる。そう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 。だから笑顔でっていう風にね、よくそういったなんていうのかな、営業とかをどうやったらうまくいかせるかみたいなレクチャーみたいなところとかあるでしょ、うんうんうん、あそこで笑顔笑顔って言ってるけどさ、それってみんな笑顔でっていうことだったらさ、全然なんか印象残んねんじゃねえかなって思う時があるわけで、うん、でも李翔さんね、パッと見るとね、このいつもスタイルでいらっしゃるでしょ、うんうん、もう印象残りますよね、うん、そうなんだよね。だから別にこれをほら意識したということではないんだけど、たまたま私の場合ちょっとね腰痛持ちなんだよ、うん、かなりひどい腰痛持ちでね、まあここにね一石先生いたら分かっちゃう話なんだけど、ちょうど腰椎の5番のところがね、粉砕骨折してるんですよ私過去に、うん、だから本当だったらどうなのかっていうと、いつでも車椅子になりますよみたいな状態にはなるわけだよね、うん、だけどそれをじゃあカバーするためにどうしたらいいんですかっていうのになると、洋服じゃダメみたいでね、しばらくねそのなんていうのかな、足締めることもできないから足も痛くなっちゃってね、座骨神経痛とかも出ちゃって、じゃあどんなのがいいかなって、着物をね、あ、そういえば昔着物着てたこともあったなと、若い頃にも着てたんだけど、でそれで着出して、でようやく着物の方がですね、まあ、帯で巻いとけばある程度こう筋肉を押さえつけることができるということがあって。そんな理由があったんですか、うん、あでも印象には残りますよね。そうね、そう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 、だからそれからがこういうような感じ。いい理由だったよね。まあね、だからみんなさその辺のほらことっていうのを話しないから分かんないわけであって、うん、まあ別にこの格好は嫌いっていうわけでもないから、構わないからこれ。何なんだろうな。日本でよかったね、李翔さん、うん、そうです ね、まあ、ね、さっきの営業の話ですけど、第一印象ってじゃあどうするの、笑顔って言って、笑顔みんなが笑顔だったらあんまり印象に残んないし、じゃあ 何がいいのか、かえってあんまり悪い印象を与えてもいけないですし、まあ、その次はセカンドですよ、次の印象ってやつ、だいたい 2,3 個印象残るらしい、うん、でいつも同じじゃ残るってはないですね、うん、やっぱり会うたびになんか違うと、この人一体何なんだろうなって、ね、ちょっと興味が出てきたりしますよね、いろんな面を持った人。要するにね、2つ目の印象って何ですかっていうと、自分を武器にできる人。自分を武器に、うん、だからこれですよね、これとか、あとはだからなんていうの、人間性っていうもんでしょ、そこをだから武器にできるかどうか。人間って結局相手も人間だから、見てるとなんか分かっちゃうんですよね、うん、人柄っていうのはね、なんかね、たくさんね、その、なんていうのかな、人に会ってる人ってそうだし、だからこの間もね、その面倒見てくれてる方がね、まあ、これ女性なんだけど、まあとある都内の、まあ、高級クラブのナンバーワンホステスもやってた人で、人の心見透かしてくんだわ、これがまた。でもそういう人じゃなくても、なんとなく人って分かりますよね。そうだから分かるんだって、やっぱり
だそれは同じなんでね、私もほらたくさんいろんな人と会ってきてたから、その営業をやってたっていうことでもね、だから大体どんなようなこと考えてるとかさ、あこの人嘘ついてんなとかさそんなのまで分かっちゃったりするんだよね。だからよくほら SNS なんか見ててもそうなんだけども、あの仕事がなくても仕事やってるふりしちゃってる人なんかもいたりさ、なんとなく見てて分かっちゃう時もある、うん、だからなるべく載せねえんだよねみたいな感じのところもあったりとか、私の場合には、うん、気持ち悪いんで、ね、あのとりあえずはあの私の場合はこう遊び人ですみたいな感じで通しとこうかなみたいな。まあでもその自分自身を武器にするってどういうことかというと、外見の話もあるんだけど内面の話もあるし、特に外見のことだったらね、よくあのほら太ってるとか痩せてるとかなんて話なんかよくあるでしょ、うん、じゃあ営業やってる人でさ、じゃあ男性の場合なんかはやっぱりその特徴っていうのはやっぱ覚えてもらえるというところで、それはもういいと思うんですよ。ただ女性の場合もやっぱ特徴を覚えてもらうっていうのもいいんだけども、ただ女性の場合っていうのはちょっと太ってるとねとか、お化粧してないとねとかさ、でその観念をちょっとだけ捨ててみたらどうなのっていうふうに思うときはね、女性のそのなんていうの、営業やってる人なんかにはね、でそういうふうに言うとね、あの、まあ、女だからって言われるのは嫌だとか、うん、なんだとかって、いやそうじゃないだろ、女であるっていうところを武器にすればいいんじゃないの、うん、いいと思いますよ、うん、僕はどんどん武器にしてほしいなと思いますね、うん、だから太ってたら太ってたでこういうふうに言えばいいんだよ。例えばね、まあみんなにとってね、あのこうお客さんにとってね、頼りがいのあるようなね、お母ちゃんでいたいんですよ私はみたいな感じで言ったらどうなのみたいなね、うん、あんまりそれはあの自分で自分を否定しない方がいいと思いますね。太ってて私ダメよって言ってなくて、うんうん、いいと思いますよ太ってたって、うん、そうそうそう、いいじゃないのみたいな感じだよ本当にダメよダメダメみたいな。太ってるって言うけど、うん、太ってる人が男性が好き人もそういう人も今そう言いますよね。まあそういう自由もあるだろうけどね、ただまあ、うん、あんまり自分で自分を卑下しない方がいいかなっていうのはありますよね、うん、そう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 、だからあの化粧のりが悪かった化粧のりが悪かったで、まあ、自信がないんだよねみたいな感じだったらさ、うん、まあなかなかね本当自信なさげな感じでね、申し訳ないですってこういうふうにね一言添えとくだけでまたお客さんって捉え方が変わってくるわけだよね。ただその時にじゃあ何を言うのかって言ったら、まあ、何かあった時のフォローアップっていうのはね絶対にこうやらさせていただきますからって、まあそれを言うっていうことだよね。ただね、なんていうのかね、一番お客に嫌われるやつってどういうやつなのかっていうのね、やっぱりいろんなやつと一緒に歩いてたりとかしたことあるから分かるんだけど、今もやっぱ変わんねえなっていうのがね、かまこうやって振り上げてるやつなんだよ仕事取りてんだって、うん、かまきりになそう、いやもうこうやってすぐにでも刈り取りたいやつね、死神ではなくてもう雰囲気で分かっちゃうから、うん、あんまりあの、うん、仕事欲しい欲しいっていうふうに、ん、それとこれを買ってって売り込まない方がいいかもしれないです ね、うん、だからとことん何が必要なのかっていうことを聞き出せないんだよ。だからねお客はもう引いちゃうからこうやってさ、だから引かせないっていうことってどういうことをね、心がけたらいいかって言ったらね、いかにね喋ってもらうからだ。そうですね、うん、僕は営業してないんでお客の立場から言うと一生懸命話してくれるのはまあいろんな商品のことを知ってて話してくれるのかもしれないけど、私が何を求めているかを聞いてくれる人の方がいい営業マンだなって思いますね、うんうん、そうだからそうすると必ずと言っていいほどさ必要なものっていうのがいや実はねっていうふうに出てくるんだよ、うんうん、うんうんって聞いてるだけでも、だそれを親身になって聞くってことなの。ただ聞いてるっていうんじゃなくてね、この人本当にどうなんだろうかっていう、だその寄り添う気持ちなんだよね。そこのところが相手に伝わるような感じの態度っていうのが見えてきたときに初めて言ってくる、うん、それ僕が一番感じたのは家買うときですね。うちの商品はここがいいですよここがいいですよっていう人がいる中で、僕の話を一生懸命聞いてくれて
でその話に対してそういう考えだったらこういう商品がありますよって出してきてくれたところがあって、結局そこに決めたんですけどね、あの大和ハウチューだったんですけど、あー、わーって言ってこうやってバッて落ちる、あの役所さんみたいな、じゃあ、まあ、カット当時は違いましたけども、まあ、結局はこちらが求めてるものにどう応えてくれるかだと思うんですよね。そう、うん、だからね、あの実を言うとね、必ず2回から3回訪問をしてます私、うん、1回で決めらんないもん、無理だよ、絶対無理、だいたい2回3回地味だよね、うん、まあそういうもんかもしれないですね、うん、結構地味な仕事かもしれないですよね、うん、でこういうのありますからってこの間言ってたのこんな感じだとは思うなって、だからその時にようやくなんていうのかな、必要なものっていうことと今度は欲しいものっていうふうにちゃんと一致してくれるんだよ、うん、そこがこうあっていけばそれが最終的にはその、うん、あの商談に結びつくんだと思うんですね。で2度3度っていうところで今度はあとは何をやらなきゃならないかっていうと、その人の人間関係の構築なんだよ、だからその 2,3 回の間でも結構構築ってできる、うんうんうん、で1件あたりのじゃあどれぐらいの時間使いますかってね、わざわざこうやってタイム測ってるような大バカさんとはね、営業なんてやらない方がいいよなんて言いたくなっちゃう時もあるわけなんだけどもね、まあ社員さんでやってる方々はね、まあしょうがねえなっていう感じはするけど、まあ俺たちの場合代理店なんていうのところはまあそこのところは無制限でできるんで、うん、相手が嫌がらない感じの時間で、仕事やってないから何とも言えないけど、あ、もう時間もだいぶ、そうだね、まあこの辺でやめとこう聞いてる人、不快に思う人いると思うからもうまあでも考えるところいっぱいありますね、まあ、マニュアルが全てじゃないですしね、そう、またなんかそういう仕事に活かせるような話、今日もね実は僕仕事の方でもあれこれ考えてるところがあって、その辺の話はまた次回とか、あと Facebook やブログとかで書こうかなと思ってるんですけど、やっぱりちょっとやっぱり仕事って人間生きてる上ですごい大事なことなんで、人と関わって人のために何かしたことにお金をもらうっていうことだと思って、うん、だからお金のためにするんじゃなくて、お客が喜んでくれてそれで笑って笑顔で差し出してくれたものをありがとうございました、ここで初めてお辞儀をするという、そういうスタンスが一番いいんだよね。だから年がら年中この人お辞儀するっていうのもどうなのかっていうのも一つあるしね、あのごめんなさいっていう以外にお辞儀するときはお金もらうときはよかったよ、うん、これできる仕事が一番いいんじゃないの、うんうん、まあ、人と関わってね生きてる、まあ、それは仕事であったり仕事以外のものでも関わったりしますけど、うん、まあ、この番組もボランティアでやってるんで仕事ではないんですけども、何か人が喜んでくれたらいいなっていうのはそう、だからこれはもう切れ事でも何でもなくて本当に自分でこういうふうに思うんだっていうところが必要であって、だからよくさ、とにかくもういやらしいくらいに仕事っていう面してる人に言いたいのね、いやしい心を一切捨てろ、その一言、それ捨てないとお客は引くすなわち人から嫌われるようなやつになる。結局人との関わりなんで、相手もよく自分もよくっていうのが一番いいと思うんですね、うん、そういう選択肢ってあると思うんですね、相手が嫌な思いして自分だけいい思いする、逆に相手だけいい思いさせて自分が嫌な思いするっていうのは選ばない方がいいと思います。自分のことばかり考えるのはよしなさいってことですよ、ね、はい、こんなと話に落ち着きました、はい、仕事あれこれ考えますね、ありがとうございます、それでは最後に、懐かしの扉のコーナーですけども、メールは今のところないですかね、芸術の秋で先週富士山の話しましたけども、うん、富士山ってなんで世界遺産になったか知ってます、うん、自然遺産ではないんですよね、うん、文化遺産なんですね、うん、一つには信仰、それからもう一つには芸術、それがこの前紹介したような、北斎や広重だったり、それ以外にもたくさんの富士のアートありますんでね、
そんなところで、ね、芸術、さっきの仕事もそうですけど、芸術を仕事にしてる人もいますし、李翔さんもそういう仕事もありますよね。うん、いくつも持ってるからね、仕事ね。やっぱりそこで人に喜んでもらう、人に何か感動を与えるっていうことで対価をもらう、喜んで払いますよ、いい、本当に感動したいいものっても。あ、もう一つね、付け加えるならば、その人間がその対価以上にそれ以上の仕事をやってくれたというふうに思ってもらえるような仕事をしろってことです。今回みんななんか出し惜しみしますよね。言ってもらえたのよ、楽して報酬だけいっぱいもらおうって思いますよね、うん、そこがちょっと違うんじゃないかな。この間も言っていただけた、そんな価格以上の仕事をやってくれたと。やっぱそれは褒め言葉です。最高のね、うん、買った方も嬉しいですもん、ね、僕なんかは本当ね、安い値段で高いの買うと大阪に商人なんで、大阪商人じゃないですけど嬉しいですよね。見切り品50円とセブンイレブンのあれみたいじゃんセブンイレブン負けたね、裁判ね。負けた負けた、見切り品、うん、値引き販売、うん、あ、そうなんだ。いやだって賞味期限さ、切れちゃって廃棄処分にするなんていうことを考えたらさ、世の中にさ、世界中に飢えた子供たちがどれぐらいいのよ。それ考えたら安くてもいいから売りさばいてみんなに食べてもらった方がいいんだよって俺は思ったね、うん、セブンイレブン負けたのこれはもうそういうことも加味してあるんであれば、どうか分かんない、うん、内容は。そうですね、そこまでのこと考えた判決というか、うん、結論だったら素晴らしいですね、うん、まあ、そういうことだよね、うん、何でしょうね、きっとね、という話で、取り留めなく、あ、もう10分以上過ぎてますね、はい、この辺りにしたいと思います。来週は先生いらっしゃるんですね。そうね、そう、楽しみですよ。どういう内容だったっけな、ちょっと確認してみるよ。ちゃんとそれメールくれたんだ、一石先生。テーマは不老長寿と健康でいかがでしょうか。不老長寿、うん、不老所得じゃないですよ、不老長寿ですよ不老長寿と健康、まあ不老長寿って言ってもいつまでも生き続けられるわけじゃないですからね、うん、健康で死ぬまで元気で死ぬまでっていうか自分がいいなって思えるまで元気で過ごしたいですよね、うん、でその中でね、食事ネタも入れますって。だこれはもう私としてはもう大歓迎のネタでございま す、ね、皆さんもお楽しみにしてください、皆さん楽しみしてますね、元気でいたいですからね、はい、はい、それでは来週は先生やります。それから10月最後になりますけども、同じメールテーマで募集してますので、メールのほどよろしくお願いいたします。それでは最後はブラジル・ポルトガル語でご挨拶いたします。では皆さん、チャオチャオチャオファミリア、チャオブラジル、チャオ。ラディオアクアス、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 ドゥルルルン、アクアス、エイト、ドゥワー。